ほどかないで、ほどかないで、そこに真理はないの。意気地なしで一人きりで、きっと隠してた。Isolated、閉ざされた。今は届きはしない。Isolated、ここで手を差し伸べろ。呼びでしょうか。そう、クエスト受注ね。クエスト受注ね。それではまた。出発するよ。
よし、このまま押し切れ。そうだな。してるみたいです。見た目からして10歳くらいでしょうか。
ねるぞ。わかった。わかったから拗ねないで。何を言っているのかしら、この子。いきなり倒れてるからびっくりしたよ。大丈夫？大丈夫じゃないのだ。お腹と背中がくっついて、なんだったら向こう側に行って裏返ってるのだ。なんだったら？お腹が空いてるのね。いいよ、私のパンをあげる。食べる？パン？くれなのだ。ありがとうだぞ。人心地ついたのだ。元気になってよかった。私はシーナ、こちらはハーティスの王女様で、リリー・ホープスと申します。王女様？今は公務で来ているわけではありませんから、そう身構える必要はありません。名前もリリーと呼んでいただけると嬉しいです。わかったんだぞ。ありがとうございます。あなたのお名前を聞いても？ある、アル・アストラ。こう見えて冒険家の端くれだぞ。え、この子がある？またキャラモデルが設定画と違ってる。それにしてもお腹が空いて雪倒れ寸前になるとは思わなかったぞ。クワバラクワバラなのだ。シーナたちはどこに行こうとしてたのだ？私たちはオデュッセイアを目指しているの。ああ、あそこか。あ、オデュッセイア！最果ての地、伝説の天空都市のことか？うん、そうだけど。目指しておられるということは、もしかしてシーナたちは本物の冒険家様なのでは？あわわ、本物だ。ある、びっくりしたぞ。びっくりしたって、あなたも冒険家でしょ？いや、そのあるは勝手に名乗ってるだけなのだ。本物の冒険家になるのが夢で、ずっと憧れてて。アルは獣人だから本物の冒険家にはなれないかもだけど、でもずっと諦められない夢なのだ。冒険家を目指すのに種族は関係ないよ。本当か？本当に関係ないのか？もちろん。そもそもオデッセイの設定にそんな制約ないし。アルさんは？アルでいいぞ。アルさんなんてこそばゆいのだ。では、アルはどうして冒険家になりたいのですか？ストルフィルの家にいた時、町で出会う冒険家の人がみんな優しかったのだ。だからアルはあの人たちみたいな優しい冒険家になりたいのだ。それは素敵ですね。あのね、アル、冒険家に必要なのはたった一つ、なりたいって思うハートなの。それを持ってるあなたはすでに冒険家だよ。満面の笑み。冒険家の人は本当に優しいな。ある、お供するぞ。え、お供って、私たちの旅にアルもついてきてくれるのですか？うむ、このアル・アストラ、一色一般の恩義は忘れぬものだぞ。礼を果たすまでは傍らにはべらせてもらうのだ。シーナ、リリー。一食一飯って、パンあげただけなんだけど、ここで会ったのも何かの縁。どうでしょうシーナ。そうですね、一緒に行こう、アル。やったー、なのだ。じゃあアル、早速だけど道案内をお願いしてもいいかな。私たちは今オデュッセイアへの道が開かれているリザリアの森を目指していて、そこに行くためにまずはストルフィルの町に寄ろうと思ってるの。あなたのお家もそこなら、案内をお願いしたいんだけど。お願い？もしかしてそれ依頼なのか？そう、依頼。冒険家のアルさんに。任せるのだ。シーナ、シーナ。どうしたの？
シーナたちはオデュッセイアに行ったら何をするのだ？神獣と戦ってこの世界に蔓延する呪いを解きたいなって思ってるんだ。ああ、ある？すごいのだ。神話と同じなのだ。半端ないのだ。アルもそこまでついてっていいか？頑張って役に立つから。お気持ちは嬉しいですが、アルはまだ15歳ですよね。危険な場所に連れて行くのは。やだ、アルも行くのだ。そうだね。ご両親の許可が得られればいいかな。お父さんとお母さんはいないのだ。え？なんで？じゃなくて、ごめんなさい、辛いことを聞いてしまって。違う違う、多分二人とも生きてるから平気なのだ。多分ってどういうこと？アルは冒険家を目指して一度家を出たのだ。でも戻らないといけない気がして戻ったのだ。その日3人で夜ご飯を食べて寝たんだけど、目を覚ましたら二人ともいなくなってたのだ。なぜか家の中がめちゃくちゃになってて、周りもいろいろ探したけどどこにもいなくて。家がそんなに荒らされて。アルは無事でよかったけど、何があったのかしら。ねえリリー、これって。消えたハーディスの民たちと似ていますが、少し状況が違うようですね。大人の人には相談した？ううん、そのまま町を出て探しに行ってお腹が空いて倒れたのだ。でも平気平気、きっとそのうち見つかるのだ。さーて、依頼通りアルはストルフィルまでシーナたちを案内するんだぞ。本当はオデュッセイアに連れてってほしいけど、無理強いはしないのだ。シーナ、リリー、確かエルフたちがいるリザリアの森を目指してるって言ってたな。だったらストルフィルの造船所で船を借りるといいのだ。海から行けば道沿いにぐるっと回るよりも近道できるぞ。造船所か、なるほど。ありがとうアル、その作戦で行こう。造船所に立ち寄れるなんて素敵ですね。楽しみです。そうだ、前に造船所で不思議なものを見たのだ。シーナたちにも見てほしいのだ。不思議なもの？うん、いいけど、もしかしたらまたバグの手がかりかもしれない。調べなきゃ。不思議なものとは興味深いな。早速案内してもらおうか。うわ、水梨さん、クマさん？うわなんだお前は。武器を向けるな。たく、うるさいチビだな。なんだと？いきなり現れて何なのだお前、失礼だぞ。ごめんねアル、このクマさんは敵じゃないから大丈夫だよ。うん、私たちの冒険を不思議な力でサポートしてくれる魔法のクマさんだな。そうなのか？ああ、そうだと思う。エニグマだ。よろしくな、チビ。アルはチビじゃない。二度と言うな、二度と言うなよ。わかったわかった、チ。クマさん、謝ってください。悪かったよ。アルは心が広いから許すのだ。もう怒ってないのだ。エニグマはシーナの知り合いだからな。へえ、お前いいやつだな。試すような真似をして悪かった。試す？まったく、何してるんですか。NPC の感情の振り幅がどれくらいあるのか確認したかったんだよ。だからっていきなり出てきて話をややこしくするのはやめてください。それじゃあアル、案内をお願いできるかな。わかったのだ。みんなでストルフィルに向かうのだ。それほっ、えい、このチャンス無駄にはしません。任せて。
ました。任せて。そうそう。どうかお気をつけて。出発するよ。落ち着いて対処しましょう。あとは私が。ただの海と船に見えるが、エニグマはここに来られたことがあるのですか？いや、ストルフィルは初めてだが珍しくはないな。そういえば私、どうしてこんなに新鮮に感じるんだろう。この国はゲストプレイしてなかったのかな。私のイマジネーションがこうして形になってるなんてすごいことだよね。嬉しいな。モデリング班頑張ってくれたんだな。大好き。なんだか嬉しそうですね。え？ああ、そう見えますか？こ
ここからの風景があまり綺麗でどうする？このまま造船所に向かうか？うん、もう少し眺めていたいけど、あまり時間もないしね。お願い、アル。おお。アルちゃん？そこにいるのはアルちゃんじゃないかい？ん？あ、路地のおばちゃん、お日様なのだ。アル、あんた、よく無事で。みんなで心配していたんだよ。生きていてくれて本当よかった。ん？アルはそう簡単にやられないぞ。そうだね、アルちゃんは強いもんね。でもお父さんもお母さんも大変だったわね。大丈夫、きっとそのうち会えるのだ。あんた、まさか。そうだ、おばちゃん、ごめんなのだ。アルはシーナたちの案内をする依頼を受けているのだ。依頼？そういや、あんたたち、この町のものじゃないね。はじめまして、冒険家のシーナです。アルに町の案内をお願いしてまして。ああ、そういうことかい。だからアルちゃんは張り切ってるんだね。アルが最初に受けた依頼なんだぞ。じゃあ、そういうわけでごめんなすって。え？ああ、待って、アル。あの、失礼します。アル、いいのですか？お知り合いの方と久しぶりに会ったのでしょ？いいのだ、後でいっぱい話すから。アルは今、依頼遂行中の冒険家なのだ。造船所まであと少しだぞ。みんな、アルについてくるのだ。水無さん、ちょっといいですか？なんだ？アルの両親の記憶がおかしいんです。さっきのおばちゃんとの会話だろ？ええ、あの女性の話からアルの両親の身に何かが起きたというのは確実だと思います。でもそれをアルが認識していないような気がして。とりあえず様子見だな。それがエントマの開闢による変化なのか、バグによるものなのかわからない。こう言っちゃなんだが、俺たちが優先すべきはオデュッセイアにできるだけ早くたどり着くことだ。それに頼まれてもいないのにあいつの事情に首を突っ込むわけにはいかないだろ。ですよね。お前はまず自分のことを考えろ。 NPC の心配をしてる場合じゃないだろ。はい。ここだぞ。ここがストルフィル法律造船所。まあ、なんて立派な船でしょう。男性的でたくましいわ。たくましい？ミニーは面白いことを言うんだな。そうでしょうか。結構入り組んだところにあるんだね。アルはよく迷わないね。当然なのだ。アルのお父さんとお母さんはこの造船所で働いてたからな。アルも子供の頃から遊びに来てたから庭みたいなものなのだ。ほら見て、アルのズボンのこのボタン、造船所のマークと同じだろ。おお、本当だな。猫みたいで可愛いわ。造船所のスタッフの証なのだ。お父さんたちも同じ形のネックレスをつけてたのだ。素敵ね。よし、それじゃあみんなで一緒に中に入るのだ。あ、待って、ある。ここなんかおかしくない？そうか、いつもと変わらないぞ。だって船を作るところなのにあんなに入り組んでいるのは変だよ。これいつからこうなってるの？それな、不思議だろ。確か半年前からなのだ。お父さんとお母さんがいなくなった時ここにも探しに来たけど、その時はもうこうなってたのだ。不思議なのだ。半年前、じゃあアルのお父さんたちがいなくなったのは、これもエントマバグのせいでしょうか。多分ハーティスの王宮のようにここもダンジョン化してるんだと思います。だとしたらきっと奥には
巨大なマーターズやエントマクイーンがいるかもしれない。アル、ここは危険だから、やっぱりあなたは外で待っててくれる？でもアルが見た不思議なものはこの奥なのだ。案内したいんだぞ。気持ちは嬉しいけど、アルを危ない目に遭わせたくないの。アルだって冒険家の卵の端くれなのだ。心配ご無用だぞ。アル、ごめん、わがままなのは分かってるのだ。本当のことを言うと、アルはお父さんとお母さんを探したいのだ。いろんなところを探したけど見つからなかったのだ。あとはもうこの中しかないのだ。シーナたちをここに案内したのはそれがあったからなのだ。ごめんなさいなのだ。ある、土下座？いえ、これは土下ね。いいよ、一緒に行こう。でも危険を感じたら私たちの後ろに隠れること、約束できる？約束する。ありがとうなのだ。アル、絶対シーナたちの役に立つんだぞ。そうと決まれば行くぞ。の中からバグーが飛び出して、ちょ、待って待って。なんだ？ある、その緑色のバグーンあるのだよね。緑色のバグーン？それってもしかしてこれのことか？シーナ、これが見えるのか？シーナだけではありませんよ。私もその子が見えています。ついでに言うと俺も見える。今まで他の人には見えなかったのに。どうやらバグーを使えるものはお互いのバグーも見えるみたいですね。バグー？私たちはこの子たちのことをバグーって呼んでるの。私たちもバグーに寄生されているのです。まさかシーナたちもこれを操れる人たちだったなんて。アル、感動したぞ。二人も驚かせようと思ってずっと隠してたんだけど、そうでもなかったな。いいえ、実はこの子たちを制御できる方は少ないのです。私が知っている限りでは私を含めてここにいる3人だけですから。3人？エニグマは使えないのか？俺は見えるだけだ。なんだ、意外と使えないな、エニグマ。はあ、なんだお前、喧嘩売ってんだろ。2人とも、こんなところで揉めないでください。アル、エニグマは実はすごいクマさんなんですよ。戦闘の時も私たちを助けてくれるんですから。ふーん、そうなのか。エニグマ、バカにして悪かったのだ。わかればいいんだよ。なあ、ちょっと異常なレベルじゃないか。異常って何がですか？リリーといい、アルといい、 NPC とは思えないほど感情が豊かすぎる。確かに私も変だなって思ってたんです。いくら最新人工知能を実現したアリスコードエンジンを搭載しているとはいえ、NPC が相手を思いやったり感情の裏を読もうとするなんておかしいだろ。バグじゃないですよね。まるで人と話をしてるみたいでちょっと怖いくらいです。アグルのリリースしたこのエンジンが何かしら作用してるとは思うが、それにしてもだよな、うち以外にもアリスコードエンジンを使ってる会社がいくつかあるな。同じ現象が起きてないか少し調べてみる。よろしくお願いします。それにしてもこの造船所も派手にやられてんな。片っ端から直すぞ。はい。シーナ、シーナ大丈夫ですか？あ、ごめんなさい、
またぼーっとしちゃった。はい、疲れたら言ってくださいね。ありがとうございます。リリーは本当に優しいですね。心配かけてごめんね、リリー。このシングルチャットって内緒話してるみたいでちょっと嫌だな。Thank you.
ゃいませ。そうそう。こんなものかな。お呼びでしょうか。良い品を揃えておきました。お売りになるのですね。およ、それではまた。出発するよ。容赦はしません。部屋は特に侵食がひどいです。侵食？呪いのか？うん、私たちはバグって呼んでる。ここまでめちゃくちゃだといっそすがすがしいな。長いはしない方が良さそうですね。おい、ある、行くぞ。その先は正体不明のバグがある。行くな。でも気になるぞ。ダメだ。やめろ。ある、入るな、シーナ。行動を洗って見えてきた。このバグはどうやら人間の人格を破壊する動きをするようだ。そんな、ある、戻ってきてください。
もう過ぎました。私は駅長に掛け合って、いっぱい人が飛び込んでバキバキ跳ねられて、それはもうすごくて。シーナ、ビリー、誰か来る、殺される。お前さえいなければ私は、なんで生まれてきたの。助けて、助けて。アル、今行くわ。シーナ、なんで生まれてきたの。セイナ、どうして。ダメ、体が勝手に。全力で締めるとこんな感触なんだ。意外と指入るんだね。オペレーションエロディオーバー 45%。 どうしてもだ。レディーたち NPC の感情は豊かすぎるだろう。人間の複雑な思考や感情をそう簡単に再現できるとは思えないんだよな。トキワの意見を聞いてみよう。ああ見えてあいつもエニグマではエース級のプログラマーだからな。いつも人のプログラムを覗きに来てはちゃちゃ入れやがって。たまには、いい加減電話に出ろよ、トキワ。ダメだ。
時はもう他の社員も誰とも電話がつながらない。考えてみたらマスコミに嗅ぎ回られてんの俺だけじゃないよな。どこから番号漏れるかわからないし、怖くて出れないやつもいるかもしれないな。こんなことでイライラするなんて、やっぱ疲れてんのかな。もう22時34分か。そういや最近まともに休んでなかったな。でも寝る気になんてなれないし、どうすっかな。あっ、ビビった。着信？誰からだ。時は、やっとかよ。時はか、よかった。ずっと連絡つかないから。電波が悪いのか、音声が途切れるな。時はだよな。どうかしたのか。外の音。時は、お前今外にいるのか。なんか様子が変だな。時は家にいると怖いの。見てる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 よ。何なの。落ち着け時は。見てるってマスコミにでもつけ回されてるのか。そんなのじゃない。何なのあれ、気持ち悪い。で、どちらの影から。ウサギ？ウサギってなんだよ。お前今どこにいるんだ。ねえあなた、あんたの家行ってもいい？怖いよ。わかった、じゃあすぐに。あ、誰かがドアを開けようとしてるのか。あなた、それあいつらかも。あいつら、あいつらってなんだよ。ウサギに気をつけて。もしかしたらあんたも狙われてるかも。狙われるって何に。なんで俺たちが。てかウサギってなんだよ。しつこいやつだな。いい加減警察呼んだ方が。いや、今警察はまずいか。嘘だろ。悪いな、ドキはこっちにも来ちまった。逃げて、あなた。逃げるったってどこから。無事か。とりあえず逃げるか。そういえば通話中のスマホをポケットに突っ込んだままだったな。時はから着信と留守電が入って。あなた大丈夫？自分とりあえず知り合いの喫茶店に行ってるから。会社の近くにある
公園前のナイトアウルってお店。これ聞いたらあんたも来て。待ってるから。ナイトアウル？どこかで聞いたことのある気が。会社の近くの公園っていうと山伏公園だよな。その付近か。とりあえず行ってみよう。いらっしゃいませ。お、あなたはいつぞやの。確か水無しくんでしたよね。この前はどうも。あ、こんばんは。そうか、ナイトアウルってこの人の店だったのか。通りで聞いたことがあると思った。どうですか、私のお店は。なかなか素敵でしょう。さあさあ、どうぞお好きなお席へ。今メニューをお持ちしますので。あの、あらた。うわびっくりした。お前な、なんでカウンターの中にいるんだよ。マスターに追われてるって言ったら、ここに隠れてていいって言うからさ。こんな狭苦しいところですみませんね。助かっちゃった。ありがとう、マスター。どういたしまして。あなたの待ち人は水無しくんだったんですね。うん、マスター、彼は私と同じ会社に勤めててね、例の事件でひどい目に遭ってるの。それは大変でしたね。水無しくん、まずはお水を一杯どうぞ。どうも。あれ、何、そっちも知り合い？はい、ちょっとしたね。あの時はありがとうございました。いえいえ、私もあなたとお話できて楽しかったですよ。まずは一杯入れましょうね。二人とも奥の席へ。今日はもう店を閉めますから、どうぞごゆっくり。ありがとう、マスター。ほうほう、ウサギマスクの男ですか。うん、特徴的な格好だから記憶に残ってて、昨日からやたら見かけるなって思って、気がついたら家があいつらに取り囲まれてたの。それで慌てて逃げ出してきたってわけ。あんたもそうでしょ。俺の場合は気づく間もなくドアノブをガチャガチャ回された挙句に勝手に入ってこられたけどな。やだ、何それ怖。ウサギマスクですか。今のところそういう人物の情報は入ってきてませんね。実はマスターってオカルト界隈のご意見番でちょっとしたカリスマなんだ。このお店ではね、定期的にマニアの情報交換会が開かれてるの。自分もよく参加してるんだ。知ってる。お前が言ってたのってマスターの店だったのか。そうなの。でさ、ウサギマスクのことだけど、あれっぽくない？秘密結社。素人の俺に聞くなよ。なによ、ノリ悪いな。それだぐらい言えないの？言わねえし、意味わからん。あいつら、家の周りに4人もいんの。同じ格好をした真っ黒いやつが4人もだよ。危うく拉致られちゃうとこだったよ。やばいね、秘密結社って。秘密結社ってお前さ、さすがに荒唐無稽だろ。じゃあなんだってのよ。どう見てもマスコミじゃないじゃん。エニグマのサイバーテロ事件以降だよ、あいつら見かけるようになったの。俺だってわかんねえよ。誰かに教えてほしいくらいだ。水無しくん、砂糖とミルクは必要ですか？あ、大丈夫です。オッケー。実はですね、時和さんの話は的を射てるんですよ。そうなんですか。秘密結社と大行な言い方をすると壮大でオカルト的なイメージに聞こえますが、
あれには成立に明確な定義があるわけでもないですから、意外と身近にあふれているんです。表向きは商業組合や地域団体などの看板を出しながら、怪しげな新興宗教団体まがいの活動を隠している結社も山ほどある。まあ呼び名はさておき、つながりのある君たちを狙う時点で、そのウサギマスクたちは何か目的を持った犯罪集団と考えられますね。でもさ、なんで自分たちが狙われんの？まさかサイバーテロで被害受けちゃったやつらの逆恨みとか？さあ、なんでしょうね。もしくは二人から重要な何かを奪おうとしているとか？そんな、自分は狙われるようなもの持ってないし。ねえ、新た。ああ。そういえば、その男たちはお家の中まで入ってきたんですよね。警察には通報しましたか？しようとは思いました。でもうちの会社今容疑かけられてるんで、警察に調査の名目で乗り込んでこられるのも嫌だし、下手すると連れてかれるかもって思ったら通報する気になれなかったんです。だよね。他の社員にも会社にも連絡つかないし、自分怖くて。なるほど、水無し君、時和さん、家に戻れないのならしばらくはここにいてくれて構いませんよ。まずはそのウサギたちの目的や正体を見極めなくてはいけませんね。通報するかどうするかはそれからにしましょう。マスター、自分たち本当にここにいていいの？他ならぬオカルト同好会の仲間ですからね。涙なんて時和さんに似合わないですよ。なんか俺まですみません。気になさらないでください。袖振り合うも多少の縁歓迎しますよ。それに一緒にいれば何か面白いことが起こりそうで、うわークワクしますね。あ、マスター本音漏れてますよ。あ、これは失礼いたしました。嘘でしょ？だってオデッセイは1年も前に開発中止してるのよ。パグル社のサーバーだって動いてないはずじゃ。俺だって最初は信じられなかった。だけどこれは本当の話だ。で、そのノート動くの？多分な。多分ってあんたね。逃げるときだいぶ手荒に扱っちまったからな。よし、大丈夫そうだ。まだオデッセイと繋がってる。シーナ。お、水無さん。嘘。これシーナだよね。なんでシーナが？オデッセイも動いてるし。なんで？な、これで信じたろ。シムの声って。時はを連れてきたぞ。本当ですか？スミカさん。スミカさんなんですか？私だったのね。自分もう会
も手伝うから安心しなさい。ありがとうございます。こら、鼻拭きなさいっての。なんだこれ、懐かしいやりとりだな。この子はどこかでゲームをプレイしているお友達なのですか？ええ、まあそうですね。俺たちずっとこいつの行方を探してたんです。信じられない話かもしれませんが、このゲーム VR でプレイするやつなんです。なのにログアウトができない。ログアウトができない？だったらご家族か誰かに操作してもらうことはできないんですか？それができたらよかったんですけど、俺たちが代わりにやってやりたくても本人がどこにいるのかわからないんです。それじゃあ。だから今唯一目覚められる方法、エンディングログアウトを目指してこいつをサポートしてます。なるほど。君たちの周りは不思議なことだらけですね。よし、このまま押し切れ。これで終わりだ。でしょうか。またゲームの世界にはないはずのものが
ここに全部英語で書かれてる。海外のゴシップ新聞かな。紙が変色してるから古いものかもしれない。ずいぶん大きな紙ですね。しかも何枚も重ねて折りたたんであるなんて。これはニュースペーパーですね。事件や事故、新しく決まったことなんかを知らせるものです。なるほど。これもシーナたちの故郷の技術ですか。まあそうですね。見たことのない文字ばかり。シーナは読めますか。ごめんなさい。これは古い文字なので私もちょっと。おお、これこれ、アルが見つけたやつだぞ。な、不思議だろ。変な絵がついてるのだぞ。ある、これは絵でなく写真といって、景色をフルムーンに焼き付ける技術なのです。よくわかんないけど、リリーは物知りだな。フルムーンか、すごいな。フルムーン。そう、フルムーンはすごいのです。正しくはフィルムですね。それにしても、牛さんがこんな風に浮くなんて普通じゃないです。怖いのか、怖いのか。見出しはキャトルミューティ、ん、キャトルミューティレーションだ。60年代あたりからアメリカやイギリスで頻発していた奇怪な現象らしい。うわぁ、エニグマ、びっくりするから急に出たり消えたりするな。そんなの俺の勝手だろ。説明してやるんだから黙って聞け。ぐぬぬぬぬ。キャトルミューティレーションってのは、昔話題になった気味の悪い現象で、目や内臓が切り取られたり、血液がきれいに抜かれた動物の死体がやたら見つかった時期があったんだ。その傷口があまりに綺麗なもんで、地球外星、異世界の高度な技術でやられたんじゃないかって騒ぎになった。なんて恐ろしい。野蛮な行為をする者がいるのですね。しかも異世界だなんて。こ、怖いのだ。クマさん、ずいぶん詳しいんですね。最近そういうのをいろいろと調べる機会があってな。それよりも問題はニュースペーパーだ。どうしてこんなものが現実じゃなくてここにあるのかだ。現実？現実ってなんだ？水無さん、シングルチャットにするの忘れてる。クマさん、クマさん。なんだよ。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。ちょっとまた調べてくる。シーナたちは先に進んでくれ。あ、はい、わかりました。疲れてるな。絶対休んだ方がいいよ。シーナ、エニグマのやつ変なことばっか言ってたな。うん、そうだね。何かあったのでしょうか。少し心配ですね。水無さん、本当に大丈夫かな。無理してないといいんだけど。なんだろう。
くよ。リンさんからのメールだ。やっと常盤以外の社員の人とも連絡が取れたぞ。こんな朝早くにリンさん起きてるのか。何何？おお、さすがリンさん、頼りになるな。さすがにソファーで寝るのは慣れるまできついな。朝一で飲むナイトアウルのアイスコーヒーは格別だな。光栄です。でも、2杯目からはお代をくださいね。もちろん。トキワ、ちゃんと人の話聞いてるか？
聞いてるって。でキャトルミューティレーションがどうしたのよ。キャトルなんとかの内容よりもそれについて書かれた新聞、つまりこっちの現実世界のものがゲーム内に置いてあるのがおかしくないかって話だよ。それさ、あんたが置いたんじゃないの？あんたオデッセイのプログラマーでしょうよ。使用書にも載ってないものを置くわけないだろ。他にも心霊写真とか日記帳とか意味不明のデータがいくつも置いてあってさ、君が悪いったらない。じゃあ話は簡単。あんたがやってないなら誰かが勝手に足したんでしょうよ。意味わかんないけど。でかさ、オデッセイのワールドデータ自体アグル社にあるサーバーで稼働してるんだし、疑わしきはあの会社じゃない？久々に動かして実験とかしてそう。意外と現実的な考え方するんだなお前。意外とって何よ。何でもかんでもオカルトとか神がかりに考えるからややこしくなんのよ。なら例の文字はどう考える？心霊写真とか日記帳からたどり着いた文字列がオデッセイのバグを直す効果があって、なおかつそれらの情報がネット上から忽然と消えてるっていうさ。マスターが言ってた、なんだっけ、この世の真理のかけらってやつだ。それよ。オカルトマニアとしてはもう丹田の下がキュンキュンくるのよね。ねえマスター、これは謎ですね。これは謎ですね。バグが治るのは正直よくわかんないけど、こんな不可思議に関する文字なら何があってもおかしくないわね。時は何でもかんでもオカルトとか神がかりに考えるからややこしくなるんじゃないのかよ。硬いなあなたは。物事はさ、両側面から柔軟に捉えて判断するのが大事なんだよ。水梨君、私あの時言いましたよね。真理のかけら、これ以上知ってしまわないように気をつけてって。はい。あなたは早くも二つ目を、いえ、もしかして三つ目も。検索中。やっぱ、見て見てマスター、ほら。キャトルミューティレーション。検索結果ゼロ件。本当だ、俺が調べた時はちゃんと表示されてたのに。僕の iPad でもヒットしないですよ。なんということだ、こんなメジャーな事柄までもが検索結果ゼロ。この世の情報が何者かによって盗まれているのか。きっと亡国の陰謀よ。秘密結社の隠密行動だわ。すごいすごい。その秘密結社にマジに殺されかけてたのは誰だっけな。大丈夫かこの時は。でも検索で調べられないと今後情報をどうやって見つけたら。ふふん、心配ご無用。オカルト関連の文献ならうちにいくらでもありますよ。さあどうぞ。こんな山ほどに。ありがとうございます。そういえばうちの常連さんが昨日 UFO を見たって騒いでましたね。まあうちのお客さんの言うことだから信憑性はほぼロマンでしかないんでしょうけどね。キャトルミューティレーションについて知りたいならこの本がおすすめですかね。
70年代頃にアメリカで話題になった後、日本でもかなり注目された有名なオカルトネタです。傷口は小さく、そこから脳や目や肺などが吸い出されたんじゃないかと言われていますが、